本日は、カンボジアプノンペンの、ナガワールドホテルに、来ました。ナガワールドはあのカジノを併設したホテル、5つ星のホテルですね。今ナガワールドの1っていうところに来ました。本当は、宿泊は2だったみたいで、今地下道を通ってあの移動、ナガ2に移動してます。はい、今ナガワールドの、1番ホテル1じゃなくて2だったので、2の方に、地下道で歩って回られてます。なんかご免税の店とかが結構あって、割と長い、ですね、デパートみたいな感じで、通路になってます。でですね、荷物をですね運んでもらって、地下道を、10分ぐらいですかね、そうすると長2というですね、このもう一個の方のホテルにですね、あの着きます。もう下からもうここからフードコートがあって、カジノがあったりとかして、このままですね上に上がるとフロントなので、フロントまで上がっていきます。かなりあのきらびやかな感じです。ここがフロントになりますね。フロントでチェックイン受付をしました。そしたらですね、あのルームキーをもらってですね、で結構ナガワールドはあの行き帰りバスの無料送迎もやってるみたいで、時刻表がですねこういう感じであの置いてありましたので、行き来は無料でできるみたいです。で、エレベーターに乗ってですね、13階だったので13階に行きます。まああの全ての施設が本当に綺麗で、なんか風格がありますよね。さすがカジノのホテルだなっていう感じです。13階に着きました。ここからですね、自分の部屋がですね、あのたまたまですね角部屋だったみたいで、結構広くて歩きましたね。客室数もかなり、あると思います。でいよいよですね、端っこの方まで来ました。外のビューもですね非常にあの綺麗でですね、やっぱ高層階の方がですねあのやっぱりいいですね。でカードキーを当てて、中に入ります。で、カードキーを入れて、まあ、電気をつけてですね、で意外とですねなんかこうしっかりしたというか、一つ一つがあの綺麗ですね。なんかな、噂によるとナガワールドの1のホテルの方はもうちょっとなんか古い、やっぱ歴史があって、ちょっとなんかタバコの匂いがするような部屋もあるよみたいなことですね、一応聞いたんですけど、まだ行ったことないのでちょっと分かりません。でビューはですね結構建設中とか、こういったまあなんだろう、お寺のビューみたいな感じで、夜はすごく綺麗そうだなって感じでした。はい、隣にナガワンがあるのかな。はい、もう見た感じですね、本当さすが5つ星だなって感じの、まあそんなにですね一人用なので、そんなに部屋自体はですね、まあ、こじんまりした感じなんですけど、まあ、こういったですねアメニティとかもしっかり揃ってます。ここの部屋はですねシャワーしかなかったんですけど、はい、でも非常にですね綺麗でいいなと思いました。ホテル到着しました。結構なんか綺麗になんかまとまってますね。そんな広くはないんですけど、一人ではもう十分ですね、ダブルベッドで、はい、まあ、ビューも多分夜すごい綺麗に見えるかなって感じで、なかなかいいところだと思います。価格がだいたい6000円ぐらいですかね、1泊、まあ、今回取ったのは6000円ぐらいなんですけど、まあ、上下はすると思うんですけども、まあ、結構安くて、で、まあ、カジノもすぐ下にあって、こういったところも行けるので、まあ、非常にいいかなと思います。ぜひ行ってみてください。で21階にですねスパがあるって書いてあったので、ちょっと、覗いてみようかなと思っ
いました。で21回行ったらですね、結局あのマッサージとかあのエステとかそういったものだけでしたね。あのプールありますかって言ったら、プールはあの1の方にあるって言われたので、1の方で多分無料で入れると思います。で地下のさっきのフードコートですね、こちらはあの結構全世界のですね、あの食べ物がいっぱい並んでまして、あの受付でですね、あのこのその店舗ごとにこのカードが置いてあるので、メニューのカードを取ってあのお支払いをして、あの食事できる。で待ってれば、席で待ってれば持ってきてくれるような感じですね。いろんなですね食事がありました。で長こっちはワンだかな、こういった綺麗なバーもね結構あって、もう無料でですねあの演奏してくれて、あの非常にですね、この後ろがちょっとカジノになってるんですけど、もうすぐカジノもすぐできるって感じで、もうお酒もですねあのすぐ楽しめます。まあ、ポイントが貯まればポイントで楽しむこともできます。こちらがあの長2のですね外観ですね。さっき長1の方であのタクシー乗ってきたんで、今回は2の方をですね車から撮影してます。ここが入り口ですね。この金色のところがですね、これが2の入り口ですね。で、2の周りは、こんな感じでですね、はい、これが入り口になってて、これですね、1と2ちょっと分かりづらいんですけど、こちらが2ですね。入り口にセキュリティがあって、あの荷物検査とかしてから中に入る感じになります。いろんな国旗がですねあの置いてあります。で夜の風景もですね、トゥクトゥク乗った時に撮ったんですけど、夜はこんな感じであのライトアップされたりとかして、非常に何だろう、綺麗ですね。はい、あの長ワールドのね3番もね建設中らしいので、次はね3番もできるみたいですね。まあ、ちょっとカジノでもですね、あのちょこちょこっと遊んで、まあ1000ドル当てたりとか、まあ結局あの赤字になりました